ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は約1ヶ月前に発売されたばかりの最新タブレット Lenovo Tab 4 8 Plus をご紹介します。まずはじめにスペックを紹介すると、 CPU は Qualcomm の Snapdragon 625、 RAM は 4GB で ROM は 64GB、 ディスプレイは8.0 インチで解像度は 1920×1200 ドット。バッテリーは 4850mAh で OS は Android 7.1 となっています。Wi-Fi については802.11ac まで対応しているほか、ラインナップの中には LTE に対応したモデルもあります。このタブレットは現在 Lenovo の直販サイトで販売されていて、価格は Wi-Fi モデルの方が 29,808 円、Wi-Fi と LTE 通信に対応したモデルが 37,422 円となっています。人気が高いのか、それとも在庫が少なかったのかはわかりませんが、入荷までにかなり時間がかかっているようで、現在頼んでも手元に届くのが2月中旬頃になります。スペック的には Snapdragon 625を搭載していますので、AnTuTu のベンチマーク的にはだいたい6万3000点程度になります。ほとんどの方がこれぐらいのスペックがあれば、まず不満に感じる点はないと思います。もしこのスペックでは足りないというのであれば、Apple の iPad を買うしか選択肢はないと思います。Wi-Fi モデルで約3万円ということですので、価格的には妥当なところではないかと思います。もちろんもっと安いモデル探せばあるんですが、この Tab 4 8 Plus の場合、かなりデザインにも凝っていて、ボディはガラス製になっています。また USB 端子も Type-C が搭載されていますので、最近増えてきた Type-C 端子を搭載した周辺機器を接続することができます。この価格帯のタブレットの場合ですと、まだマイクロ B 端子のものが多いんですが、このタブレットはきちんと Type-C にも対応しています。先ほどもご紹介した通り、今注文してもすぐには手に入りませんが、8インチのコンパクトなボディでそこそこスペックの高い製品が欲しいと思ってた方は、このタブレットを検討してみてはいかがでしょうか。なお、この動画の概要欄に今回ご紹介した Lenovo Tab 4 8 Plus の販売店のリンクを貼っておきます。その他詳細なスペックが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。